はい。それでは、教育講演32を始めます。私は、京都大学大学院薬学研究科で、薬理学の研究に携わっている金子修司と申します。今日は、向精神病薬の有害事象を低減する薬物の発見と期待ということで、ジスケニジアを中心にして、臨床のビッグデータから、その薬物あるいは標的を発見したという、そういったお話をさせていただきます。まず COI ですが、本研究は基本的に科研費の基盤研究と、A メドからの事業委託費によって行いましたが、今日ご説明します手法を用いて、現在では様々な製薬メーカーと共同研究を組み、それぞれの興味に応じた探索を行っているところであります。まず、本研究で中心的に扱います有害事象のセルフレポートについてご説明します。医薬品を用いた場合に生じた有害事象例は、そのご本人、あるいは医療関係者、または製薬メーカーが、規制当局にその事象について報告するという義務がございます。で、そして収集されたデータは、現在では日本、アメリカ、ヨーロッパ、それぞれが公開して、データベースとして公開をしております。で、最も大きなものはアメリカで公開されている FAERS という FDA のデータでありまして、2019年末までで1000万件を超える巨大なデータベースとなっています。で、アメリカという国は自国で販売する製薬メーカーに対して、それぞれが把握している有害事象をすべてアメリカ政府に報告するようにという義務を課していますので、実質的に日本を含んだ全世界の症例が集まっております。で、この円グラフにありますように、1剤を処方して有害事象が生じたという症例が約半数を占めていますが、それ以外は他剤を併用した症例となりまして、我々が知り得ない未知の薬物間相互作用がこの中に含まれているということが類推できます。しかしながら、このデータは、まず、タイムスタンプが全ての例にきちっと入っていませんので、時系列解析、すなわち、因果関係の同定には向きませんし、それからそもそも、用いられている薬の使用した母数がわかりませんので、発症率というものは求めることができません。しかしながら、全体的な傾向をつかむには非常に有用な人間でのデータだということになります。で、我々が最初に取り組みました課題はですね、向精神病薬のうち、非定型と言われるものの代謝障害について、研究を行いました。教科書を紐解きますと、クエチアピン、オランザピン、クロザピンなどは、ヒスタミン H1 受容体、あるいはセロトニン 5-HT2C 受容体を遮断することによって、食欲が増し、肥満傾向に陥り、それが高血糖や、で、脂質の代謝異常を起こすんだと書かれているわけですが、いろいろ調べてみますと、肥満をきたさずにいきなり高血糖をきたす症例もありますし、オランザピンやクローザピンによって少しこう傾向が違うということも分かっております。で、特にメカニズムに関しては未だ不明な点が多いということが分かりましたので、これを最初の研究対象としたわけです。で、手法ですが、フェアーズを用いて、そのフェアーズの中に報告されている全症例をベースとして、ある薬物を使用した患者さんと使用してない患者さんの2群に分割いたします。そして、それぞれのグループにおいて、特定の有害事象が報告された例数と、されていない例数を比較する。あるいは非使用の患者さんにおいても同じことを行い、その報告を是非を求め、さらに Z スコアを優位性の指標とするという、こういう比較的単純な手法で行っております。で、
最初のケースでは、ダイアベティスメディタス、糖尿病と思われるターミノロジーが報告されている症例数を数え、ここに挙げられている非定型の統合失調症治療薬が高いオッズ比で高血糖糖尿病を起こすということを把握をいたしました。で、薬物が用いられている例数で見たところ、欧米ではクエチアピンが最もよく使われているということが分かりましたので、この後ではこのクエチアピンを中心に解析をしております。クエチアピンの有害事象については、例えばインタビューフォームを見ますと、承認までの臨床試験において60%程度に副作用が見られ、市販後の調査でも3割弱の副作用が認められていると。で、その中には、軽眠であるとか、倦怠感といった主観的な症状を含め、検査値による異常なんかもいくつか報告されています。で、市販後調査で見た場合には、高血糖、軽眠、こういったものが中心になってくるわけですが、フェアーズの自発報告で、オッズ比を求めることによって、その傾向の強さ、あるいは例数なんかを見てみますと、まあ、このインタビューフォームに書かれているような糖尿病、2型糖尿病といったものが実際に高いオッズ比で、非常に多くの症例が報告されているということが見えてきます。また、膵炎であるとか、悪性症候群であるとか、まあ、クエチアピンに付随する有害事象として、こういったものも比較的高いオッズ比で、出るということも把握できます。で、同じような解析をですね、オランザピンに対しても比較のために行ってみますと、オランザピンは承認時までにおいて、やはり6割以上に何らかの副作用が見られ、市販後調査では3割程度であると。で、その中には体重増加であるとか、軽眠不眠といった睡眠障害、悪化指示合や、トリグリセリド上昇、食欲亢進と、まあ、クエチアピンに比べてこういった脂質の異常であるとか体重の増加といったものがより顕著に現れる傾向にありまして、そして、フェアーズと比べてみますと、やはり糖尿病、2型糖尿病といったシグナルは非常に強く出ておりますし、同じように悪性症候群も報告されていると。まあ、そこに体重増加というものが入ってきて、この鎮静というのはおそらく軽眠を表しているわけですが、まあ、ほぼやはりインタビューフォームと同じような傾向が、フェアーズの中からも検出することができるということになります。さて、まあ、我々は、例数が多いということで、クエチアピンを使って、糖尿病になったケースという、そういったところに着目して以降の解析を進めております。で、先ほど教科書でお見せしたように、その体重増加を伴ってで、糖尿病になるというのは非常にそのロングラスティングな、長時間をかけて起こる事象なわけですが、それに比べて、ケトアシドーシスであるとか、コーマのような事象は比較的短時間に急激に起こる事象だと、推測できます。で、そのオッズ比を見てみますと、いわゆる糖尿病といった漠然とした概念ではなくて、コーマといった非常に重症のケースが、オッズ比がより高くなっているということから、やはりその薬物の適用後、急速に起こってくる、急性の現象も十分に含まれているということが類推できます。また年齢順に層別解析を行ってみますと、オッズ比はより若年齢層の方で高く、老齢者では少ないという、まあ、これは既存の知識と一致する結果であります。男女に大きな差はなく、また、主たる疾患が、統合失調症であっても、まあ、双極性障害に使うケースも多々ありますので、双極性障害であっても特にオッズ比に変化はない。併用薬としてハロペリドールのような定型の向精神病薬を使っている場合でも、まあ、躁鬱病の場合にリチウムを使っていても大きな変化がないということで、まあ、比較的ロバストなシグナルとして、クエチアピンによる DM というものを研究対象にできるということが分かってきます。
このスライドで、本研究で使っている、ストラテジーの基本的な考え方というものをご紹介します。ある薬が生体分子を介して主作用を起こすというのが、いわゆる薬理作用であって、今回のケースで言えば、クエチアピンという薬物は、5-HT の2の受容体、あるいはドパミンの受容体なんかを介して、統合失調症を抑制するという作用を持っているわけですが、一方で何らかの生体分子 Y というものを介して、有害事象であるところの糖尿病高血糖を起こしていると。まあ、こういう図式であると類推することができます。この生体分子 Y は、臓器が違えばこの生体分子 X とは違う分子なわけですが、まあ、この生体分子 X という主作用の下流に分子 Y が存在する可能性は、例えば、抗コリン薬なんかを考えていただくと、わかりやすいかと思います。いずれにしてもですね、この薬が主作用と副作用を起こし、この副作用というものを今これから解析しようとしているわけですが、我々薬理学者というのはそもそも副作用というのは、人の疾患の症状や病理に一部類似していることが多く、その副作用を病態モデルを作るときに動物に投与するという形で利用をしています。例えば、胃潰瘍の研究であれば、ラとなりマウスにアスピリンやイントメタシンのような NSAIDs を飲まして胃をただれさせる。1型糖尿病のモデルとしては、抗菌薬であるところのステロイドゾトシンを使って膵臓の β 細胞を破壊するということができるわけで、そういうふうに考えてみますと、今ここではクエチアピンというものを投与したことによって、2型の糖尿病モデルができているのではないかというふうに類推することができます。で、ポイントは、これは動物の話ですが、フェアーズが人間のデータでとしてたくさん 持っている以上、薬剤誘発性の人疾患モデルとして、このフェアーズのデータというものを見なすことができるというふうに考えることができます。そうした場合に、先ほど申し上げましたように、フェアーズというのはたくさんの薬剤の併用例を含んでいますので、もし仮にある特定の薬剤 B というものを使った時に、この副作用の発生率が低減していたとしたらばどうでしょう。この薬物 B というのは、たちまち副作用 Q の発症を予防あるいは治療するような治療薬になり得る候補であるとみなすことができます。で、これは最近の言葉でドラッグリポジショニング、あるいはリパーパシングと言われる言葉に対応します。で、この手法はこれで終わるわけではなくて、今、一番知りたいのはこの生体分子 Y なわけですから、今までの研究で薬 A をもとに Y を追求しようと思うとなかなか特定できなかったわけですが、今回この薬 B というヒントが与えられることによって、この2つの相互作用部位としての生体分子の Y が特定しやすくなるということになります。で、先ほど来も申し上げているように、この生体分子 Y というのは、副作用の中心的な原因物質、原因タンパク質であるとともに、同じような症状や病理を呈する自然発症疾患の治療標的になるかもしれないと考えることができるわけです。そういったことをストラテジーとして、この薬 A の副作用を減らす薬 B というものをまず見つけていって、それを動物を使ったような、あるいは細胞を使ったような実証実験に持ち込むという方法で、この生体分子 Y を特定しようというのが、今回の研究の目的になります。そこで先ほどの例をもとに実際にやってみた結果ですが、クエチアピンによる高血糖、糖尿病を低減させる併用薬を探すにはどうするか。クエチアピンを使用している全患者、6万5千人ほどの患者さんを2群に分けます。ある特定の薬 B を使った方と使っていない方、そしてその中でそれぞれ、DM を起こしたケースと起こしてないケースで、オッズ比を計算するということになります。で、薬というのは全世界で約、有効成分がですね、約3000種類ほどあります。まあ、主だったものは千数百だと思うんですけども、
そのすべての薬物について、このクエチアピンと併用されて、どういう結果をもたらしたかということを総当たり計算を行います。で、総当たり計算を行うとですね、このボル系のプロットと呼ばれるこのプロットで示されるように、横軸にオッズ比、ここではわかりやすくログを使って表していますが、のオッズ比のばらつきと、それから、優位性を表す Z スコアの分布が出てきます。で、ここで、右側はその有害事象を強める方向の薬物ということになりますし、左側に大きく上がっているものが有害事象を減らす薬物というグループになります。で、この解析を行った結果、クエチアピンによる DMO を最も優位性高く抑制したのはビタミン D でありました。オッズ比で0.3ですから、ざくっと3分の1程度に減らしていることになります。で、第2位、第3位はラモトリギン、プレガバリンという、中枢抑制性の薬物が続いていますが、クエチアピン自体はもともと中枢抑制性の薬物ですので、同じ方向にある薬物を併用した場合には、それぞれの主作用も強まりますので、薬用量の低減であるとか、そういった事態が想定できますので、こういった薬物は除きながら、意外な組み合わせを探していくというのが肝になってきます。で、ビタミン D の面白いところはですね、ビタミン D の単独では特に糖尿病のオッズ比を変えていないにもかかわらず、クエチアピンによって高まるリスクを低減できている。その結果、そのオッズ比が3分の1程度という結果をもたらしている点で、非常に興味ある知見であるわけです。で、このデータをもとにして、以前の研究では、マウスによる実証実験と細胞を用いたメカニズムの探索を行いました。今日の話の中心ではありませんので、ざくっとだけ、紹介しますと、まずマウスに1週間ほどビタミン D を投与したものとしてないものの2群に分けて、クエチアピンを1回 IP 投与して、その後にグルコース負荷試験を行うと。で、血中のグルコースレベルとインスリンのレベルを測るという非常に単純な実験です。で、そうしますと、まずコントロール群ではグルコースの注射によって血糖値が上がるわけですが、クエチアピンを30分前に1回投与した群では、その上がりが大きくなって、さらに減少が遅くなっていると。もう非常に簡単に高血糖がミミックできるということが分かりました。で、それに対して、これカルシフェロール、ビタミン D3 の前駆体ですが、これを1週間食事に混ぜて投与したマウスにおいては、その上昇が正常レベルにまで低減していたということが分かりました。で、ここで面白かったのは、クエチアピンは投与するだけでインスリンが出てるということも分かっておりました。またそのインスリンが過剰に出てるという状態を、コレカルシフェロールの全投与が抑制しているということも事実が、として分かってまいりましたので、これはすなわち、インスリン抵抗性をクエチアピンは急性に起こしている状態であると解釈することができます。で、そこで、インスリン抵抗性ということですので、インスリンのターゲット部位であるところの骨格筋の細胞株でも、を用いてですね、そのパスウェイの検証を行いました。このパスウェイの検証には、発現解析であるとか、パブリックにある発現のデータなんかも使いながらですね、人で一体何が起こっているかということを実証したわけですが、結果としてですね、インスリンの細胞株への投与によって起こるグルコースアップテイクの上昇幅というのがあるわけですが、これがクエチアピンによって容量依存的に抑制される。つまり、クエチアピンは代謝物ではなくて、そのものズバリが骨格筋細胞に働いて、インスリン抵抗性を急性に起こしているというメカニズムが分かってきました。で、そこへ、この細胞株に、一晩、活性型ビタミン D3 であるところのカルシトリオールを適用しておきますと、このクエチアピンによって起こるグルコースの取り込みの阻害が、濃度依存的に解除されていくという現象が分かりました。で、さらに、
この上昇がどういったメカニズムによるものかというのを追求した結果、PI3K というパースウェイを介したものであることを実証できたということで、マウスでの実証実験、ビボとビトロを通じて、ドラッグリポジショニングと、その創薬標的として、この PI3K のパースウェイであるということが分かってきたわけです。で、以上の結果は2016年にサイエンティフィックレポーツに、すでに報告したものです。図で書きますと、インスリンの受容体の下流には細胞の内側にアダプタータンパク質やスキャフォードタンパク、様々な PI3K をはじめとするサブユニットが会合して、最終的にはグルト4というグルコースのトランスポーターを細胞の膜上に発現させているわけですが、具体的にはクエチアピンはこの PI3KR1 というところにどうも働いて、この流れを切ってしまっていると。しかしながらビタミン D はビタミン D の受容体を介して、この P85 と書かれている PI3KR1 というタンパク質を過剰に発現させれる結果、このパスウェイの遮断が起こらずに、きちっとグルコースの取り込みができているのであろうというふうに類推をしております。細かなメカニズムをきちっと詰めたわけではないんですが、以上の結果からビタミン D はクエチアピンによる高血糖を人間でも、マウスでも抑制できると。で、ビタミン D の誘導体がリポジショニングとして、高血糖に対して使えるということ。そしてそのパースウェイは PI3KR1 という、タンパク質であった。これがある種の糖尿病に対する治療標的になる可能性があるということをご報告申し上げました。で、以上の研究は、様々なものに活用できると我々は考えました。つまり、世の中で起きている様々な有害事象に対する有益な好楽因子を見つけることによって、それを実証実験に持ち込むという、薬理学的な実験が可能であろうと考えたわけです。しかしながら、この有害事象のセルフレポートというのは、母数のわからない因果関係もはっきりとしない臨床データですので、現在ではその次にですね、レセプトであるとか電子カルテを用いた時系列の解析を一つ挟み、使った母数もわかりますし、それから時間的にどういったタイムコースでその有害事象や治療効果が起きるのかといったことが分かって因果関係をきちっと人で検証できるようなステップを挟んでですね、動物細胞による実証実験、さらにはパスウェイの推定という手順を踏むようなストラテジーに改良しまして、現在でも様々なターゲットで研究を続けています。で、そこで次に取り上げますのが今日の中心になり、話題の中心になります、地発性ジスキネジア、イカ TD であります。で、向精神美容薬のような、いわゆる高ドパミン薬を長期で使用した場合に起こる典型的な副作用であって、特に顔面等に出現する持続的な不随運動ということになります。神経的なメカニズムはよく分かってはおりませんが、関節の D2 受容体の過換算であるとか、酸化ストレスによるドパミンの神経の減少であるというようなことが言われています。そして、これまでには良い治療薬がないということは、厚労省のガイドラインを見てもですね、様々な薬物が試されていたり、効果があるという報告もあるなどなど、非常にこれといった治療薬がない、アンメットニーズであるというふうに考えることができます。最近、VMAT2 の阻害薬として2剤が欧米でも認可されて日本にも導入されようとしていますが、VMAT2 というのは、VMAT 自体がレセルピンの、作用点でもありますので、どうしてもうつを誘発するという副作用は、当然のことながら類推できるわけで、もう少し違ったところを触って、この GTD をですね、治療できないものかということは、期待できるんではないかということで、研究に踏み切りました。で、早速先ほどと同じ手法で、フェアーズの今度は1000万人ほどの症例をもとにして、
まず、どういった薬物がジスキネジアを高いオッズ比で起こしているかということを解析しますと、トップに躍り出たのは、胃腸薬であるとこのメトクロプラミドでありました。これは実はですね、非常にバイアスがかかっておりまして、メトクロプラミドに対してそのジスキネジアを起こすかもしれないというブラックボックスウォーニングが出たおかげで、非常にセルフレポートが一時的に増えたという、そういう社会的な要因があって、実際、オッズ比が非常に高めに出ています。で、これは後の、リアルワールドデータで見ていただくと、なるほどと分かっていただけるかと思うんですが、それを除きますと、アリピプラゾールであるとか、ハルペリドールであるとか、この上位に来るのは全て、高ドパミン薬であります。で、実際に、オッズ比がログ10で1ですから、まあ、10倍程度ということになるわけですが、ある程度の高いリスクでこういった薬物がジスキネジアを起こしているということが分かりました。で、そこでここに出てきました3剤のそれぞれに対してどういった併用薬がジスキネジア TD の発症リスクを減らしたかという総当たり計算を行いますと、ハロペリドールで計算した場合でも、アリピプラゾール、あるいはメトクロプラミドで計算してもトップを取りましたのは、なんと風邪薬のアセトアミノフェンでありました。最初これを見たときは何かの間違いかと思っていろいろと裏を取ってみたんですが、どうも間違いなくし、非常に明確なシグナルであって、症例数も十分にあるということが分かってまいりましたので、これを次なる研究対象として取り上げようと、いうことになりました。で、この次の段階としてリアルワールドデータをもってして、裏を取るということをしたわけですが、先ほど申し上げましたように自発報告というのは非常にたくさんの症例があって15年ほどの蓄積を持っているわけですが、時系列が欠けているところがあったり、それから、まあ、もっと具体的なことを言いますと、医薬品名が不統一であって、それをきちっとした辞書で統一しないと使えないといった問題とかですね、まあ、検査値が入ってないとか、いくつかの問題があります。まあ、その代わり無料ですので、誰でもとっつきやすい、研究資源ということになります。で、まあ、本来は、電子カルテを使ってきちっとした解析ができたら良いのでしょうが、残念ながら、世界中どこの国でもなかなか電子カルテを自由に研究で使って良いという状態にはなっておりません。また、このケースではですね、精神科で処方されるであろう向精神薬と全く違ったアセトアミノフェンというですね、風邪薬のような、まあ、どこでもらっているかわからないような薬の相互作用を見なければいけないので、一病院の電子カルテだけでは不十分と考え、保険請求のデータであるとこのレセプトを使うという決断をいたしました。使いましたのは日本国内の私どもが使ったのは750万人ほどのデータを15年以上にわたって収集している JMDC 社、俗にジャムダックと言いますが、ここの会社のデータです。これは国内の大企業、いわゆる組合健保の社員さん、家族さんのデータが月単位で入っており、出荷名も ICD-10 で整理されていますし、医薬品名も ATC コードで統一されている。4割程度の方には人間ドックの検診値の値も入ってますので、まあ、これも使うことができると。ただし、欠点としては、60歳、定年された方が抜けていくので少なくなって、75歳以上は後期高齢者となって全くいないと。まあ、そういう年齢層の偏りがあるということもありますし、まあ、いわゆるレセプト病名というものがありますから、そこら辺の解釈は慎重にやる必要があって、また有害事象も病名の中から当てはまるものを探すという必要性があります。もう一種類我々が用いてますのは、IBM 社が販売しているアメリカのレセプトデータであって、マーケットスキャンと言いますが、まあ、これも4300万人というアメリカの人口の10%以上を網羅しているデータであって、我々はこの3年分のデータを使って様々な解析を行っております。こちらには検査値は入っておりませんが、データが非単位できちっとこうマッピングできますので、非常に詳細な時系列解析ができるということと、まあ、ある程度高齢者を含んでいるということ、そして、
まあ、論文として発表する場合にもですね、世界的にも知られていますので、客観性を担保できるということで、まあ、これも疾患に応じては用いているということになります。で、ジスキネシアのケースでは、ジャムダックのレセプトの500万人レベルの時のを用いて、解析を行っています。まず、ドパミンの D2 遮断薬を使ってジスキネシアがどういうふうに起きているかという、そもそもそのインシデンスレイトレーシオを求める、解析を最初に行ってみますと、ハロペリドールとアレピプラゾールは IRR 値が非常に高い値であって、確かに薬剤を使うことによって、その後で、こういったジスキネシアという事象が報告されているということがわかります。で、ただですね、ハロペリドール群は非常に慎重に使われていて、まあ非常に投与量が少ないという一方でアレピプラゾールの方はですね、3ヶ月以上にわたって累積投与量の中央値が 300mg 程度あるということで、まあ、このアレピプラゾールを群をコホートとして解析するのは良かろうという結論になりました。で、先ほどちょっとコメントしましたメトクロプラミドですが、実際には IRR 値は非常に低くてですね、発症している割合も低いということで、まあ、いかにその自発報告がこういったシグナルをこう歪めて、過大に評価しているかということも気をつけなければいけないポイントということになります。で、これ以降、このアレピプラゾール群を中心に解析を進めております。で、まず、様々に患者さんの背景が異なりますので、これを合わせるという操作が必要になります。アレピプラゾールを使った患者さんを一つのグループとしまして、アセトアミノフェンを併用されてない方と併用された方、この併用された方というのは、アレピプラゾールを初回使ったその後に使っている方なんですけども、若干トータルの数も違いますし、老齢者の割合、女性の割合とか、様々なこういった併用薬の違い、併存疾患の問題であるとか、まあ、元々糖尿病があったとか、肝疾患があったとか、こういったものが異なっておりますので、傾向スコアマッチングを用いて、その例数をそれぞれの変動要因であろう患者背景を全て揃えるという操作をまず行いました。で、このように揃いました1万2千人ほどの2群のコホートにのそれぞれで、アセトアミノフェンやアリピプラゾールがどういったドーズと期間で使われたかということを比べてみますと、まあ、1日の使用量はほぼ変わらない。で、ところがですね、累積の投与量はアセトアミノフェンを使われた群の方がもうこの時点である程度長く使えてるんですね。で、長くかつ、大容量が使えてる。つまりドロップアウトせずに、まあ、使えているということがなんとなくこう見えてきてるわけです。で、面白いのはアセトアミノフェンがですね、まあ、使った量は 5g と結構あるんですけども、使用したのは当然風邪をひいたり発熱したりというところに限定されますので、まあ、比較的短いと。そうするとこれだけの短い期間の投与で、ジスキネジアの発症率が下がってるのかどうかということが問題になるわけですが。それをカプラマイヤーで、追跡したのが次のデータになります。まず、この左側はですね、シンメトリアナリシスで、アリピプラゾールを最初に使った日をゼロとしたときに、その何ヶ月後にジスキネジアが発症したかということを表していますが、アリピプラゾールを使う前に発症された方というのは少なくて、まあ、他剤によるものだと思いますけども、実際にアリピプラゾールを使われてから数ヶ月ぐらいして発症している方がほとんどであるということが見えてまいります。こちらは3年のスパンで発症した割合をアセトアミノフェンを一度も使ったことがない患者さんと一度でも使われた患者さんで比較しますと、このように大きな差が見えてまいりました。また先ほど、その母数であるところの患者さんの数をナンバーとリスクで追っかけますと、アセトアミノフェンを併用された患者さんの方がずっと
のアリピプラゾールを飲み続けている割合が高いといったことも見えてまいります。まあ、この結果から、実臨床データをもってしても、アセトアミノフェンを併用することによって、アリピプラゾールで誘発される実現時は優位に抑制できているというふうに結論をされました。で、そこでですね、動物実験に移るわけです。最初に用いましたのはラットの、動画を見ていただけますと、ハロペリドールを3週間投与して、1日休薬したラットでは、口がプルプルした後にくちゃくちゃくちゃとこういった VCM 行動、バキュアスチューイングムービングと言いますが、こういった異常な情動行動を、のべつ幕なし、出すという状態に陥ります。まあ、これが比較的よく、その実験ネジア、更新実験ネジアのモデルとして使われますので、まずこのモデルのラットを作って、アセトアミノフェンが有効であるかどうかという評価を行いました。最初に行いましたのはアセトアミノフェンをハロペリドールと同時に連日投与するというプロトコルです。そして、1日休薬して、翌日のにその3分間でバキュアスチューイングムーブメントがどのぐらいの数発生するかということをカウントしますと、ハロペリドール21日間投与によってこのように増える VCM がアセトアミノフェン50あるいは 100mg パーキログラムパーデイというドーズによって優位に抑制される、かつ容量依存的に抑制されるということが分かってまいりました。アセトアミノフェン自体は別にそれ自体が起こすということではありません。まあ、このことからまあ予防効果があるということは分かったわけですけども、先ほど申し上げましたように、臨床ではアセトアミノフェンは平均で、メディアンで7日程度しか使ってないということから、もしかして治療効果があるのではないかと考えて、21日間ハロペリドールを投与し、22日目に VCM を観察する60分前にアセトアミノフェンを 100mg パーキログラムを1回だけ経口投与するという実験を行ったところ、このハロペリドールの連投によって起こる VCM がピタリと抑制されるという結果が出ました。つまりアセトアミノフェンは急性にこの VCM という行動を起こす神経のメカニズムをどこかで止めているということが動物においても実証できたわけです。で、そのアセトアミノフェンでありますが、この薬物は非常に古典的でありながら、実はプロドラッグで、複雑なメカニズムを介して解熱鎮痛作用を発揮しているということが最近分かってきています。まずアセトアミノフェンは肝臓において CYP2E1 によって酸化されて、こういったキノン体というタンパク質に対して非常に親和性の高い、物質になって、肝臓においては毒性物質として作用しますし、このキノン体は中枢において、わさび受容体であるところのトリップ A1 ですね、鋭角なんかを感じる受容体ですが、これのアゴニストとして作用して、イオンチャンネルを開き、その結果として解熱作用を起こすということが最近分かってきています。一方、アセトアミノフェンは、様々な場所にある酵素、アミドの分解酵素で加水分解を受けて、パラアミノフェノールという単純な物質になります。この物質は脳内に移行しますと、エンドカンナビノイドの分解酵素であるところの FAH の逆反応によって、アラキドン酸、これは生体膜由来の起炎性の材料ですけども、物質の材料ですが、これとコンジュゲートを起こして、AM404 と名前が付けられております。こうした物質になります。で、この物質は、カプサイシン受容体であるところのトリップ V1 を刺激する物質となって、これが脳内で作用することによって中枢性の鎮痛作用を発揮しているというふうに考えられてきます。で、そうしますと、今動物実験で観察した実験に対するアセトアミノフェンの作用が果たしてトリップ A1 を介しているのか、はたまたトリップ V1 を介しているのかということを解決しなくてはいけません。そこで、我々痛みの研究をもともとしているラボですので、トリップ V1 とトリップ A1 の遺伝子欠損のマウスを持っておりました。そこで、それぞれの
遺伝子欠損動物にハロペリドールを連投してジスキネジアのモデルを作り、それに対するアセトアミノフェンの作用を検討いたしました。まず左側のグラフは体温の低下作用を見ておりますが、トリップ V1 の遺伝子を欠損したマウスにおいても、ハロペリドールを長期投与して、その後アセトアミノフェンをシングルショットで打ちますと体温の低下が起こり、それはワイルドタイプのマウスとは変わらない。つまり解熱作用にはトリップ V1 は関与してないということがわかります。一方、トリップ A1 の遺伝子欠損マウスでは、アセトアミノフェンの1回投与で見られる、この1度以上の体温の低下が完全に抑制をされておりました。したがって、やはり解熱作用はこのトリップ A1 を介しているということが明らかであります。一方で、ハロペリドール連投による VCM 行動の増加は、トリップ V1 の遺伝子欠損マウスではむしろ増える傾向があって、さらにアセトアミノフェンで見られたこの VCM の優位な抑制というものが全く見られないという結果が得られました。つまり、アセトアミノフェンはトリップ V1 を介して、ハロペリドールが起こしている VCM 行動を抑制できているということが明らかになったわけです。で、トリップ A1 の欠損マウスで同じ実験を行いましても、VCM 行動は現れ、それはアセトアミノフェンによって抑制されるという結果となりました。そこで次に、トリップ V1 の刺激物、活性体であるところの AM404 をですね、直接脳の中に打ってみたらどうなるかということを、これはラットを用いて側脳室内投与で、投与を行って、その後のビヘイビアを観察しています。インジェクションした部位はこの側脳室であって、広く中脳水道に至るまで分布しているということがわかります。こうしてみますと、ハルペルドによって起こる VCM 行動が、側脳室内投与の、AM404 によって容量依存的に抑制されるということが分かってまいりました。また、この VCM 行動に関しては様々な研究から線条体が関与しているということが明らかになっておりますので、マウスを用いて直接 AM404 を線条体に投与した場合に VCM 行動がどうなるかということを見てみますと、この場合には4日間の間を置いて2回投与して、クロスオーバー的に実験を行っているわけですが、AM404 を投与した時には確かに VCM 行動が優位に減少しているということも分かってまいりました。さらに念のため、この AM404 の作用がちゃんとトリップ V1 を介しているかということを確かめるために、ワイルドタイプのマウスと V1 の欠損のマウスで AM404 の脳内線条体内投与のクロスオーバー試験を行ってみますと、ノックアウトマウスではその抑制が見られなくなっているということも分かりました。また、トリップ V1 を直接刺激する物質であるとこのカプサイシン、こういった化合物ですが、カプサイシンを脳内に投与した場合にもですね、線条体内に投与した場合でも、ワイルドタイプマウスでは VCM 行動の低下が見られたのに対して、遺伝子欠損マウスではそれが見られなくなったということで、明らかに AM404 あるいはカプサイシンによるトリップ V1 の刺激が線条体において起こっていて、それが VCM 行動の抑制につながっているということが明らかになってきたわけです。最後にですね、その肺塞線条体が疑われているわけでして、そこの関節路の抑制が本当に起こっているのかということを、CFOS を用いて、その関節路の神経が発火したトレースを追っかけるということで、免疫染色で見ております。プレプロエンケファリンは関節路、肺塞線条体関節路のマーカーとして用いていますが、そのドパミン D2 を発現、受容体を発現しているプレプロエンケファリンポジティブのニューロンにおいて、CFOS のシグナルがワイルドタイプコントロールのハロペリドールの投与群では減少しており、それがアセトアミノフェンの1回投与後では、
再びワイルドタイプコントロール群と同じように戻っているということが分かりました。また、このハルペリドンによる減少のアセトアミノフェンによる復活は、TRPV1 の遺伝子欠損マウスでは起こらないということも確かめております。さらに、この背側線条体関節のニューロンを興奮させるということが必要十分であるかどうかということを確かめるために、この背側線条体関節のニューロンのもう一つの特異的なマーカーであるところのアデノシン A2A 受容体のクレマウスを用いて、ここに、M3 受容体のドレッドで興奮、クローザピン N オキサイドで、興奮させられる、ウイルスを導入してですね、遺伝子の、CNO をかけた時のニューロンの発火とその発火域値の低下を見るということをやってみますと、まあ、確かに CNO によって発火が増加して、そのレオベースは低下しているということで興奮性が増しているということがわかります。で、こういった状態を作りまして、ハロペリドールを連投してみますと、対象群である M チェリーの投与群においては、VCM の行動は、CNO によって起こらないのに対して、関節路、ニューロンをドレッドで、CNO で刺激して興奮させた場合には、その低下が現れるということで、これが必要十分な条件であるということが分かってまいります。また、CFOS のシグナルも CNO をかけた群では確かに、この M チェリーのシグナルと重なって、興奮が起きているということが分かりました。ということで、以上の結果を簡単にまとめますと、臨床のデータ、フェアーズとジャムダックのレセプトデータを用いて、ドパミン D2 受容体の遮断薬での連用によって起きているジスキネジアの症状が、アセトアミノフェンを併用していることによってリスクの低下が起きているということを発見しました。で、そのメカニズムを動物実験によって追ってみますと、アセトアミノフェンは肝臓及び脳での代謝を受けて脳内で AM404、TRPV1 アゴニストという形になって、おそらくは、D2 受容体を発現している背側の線条体ニューロンを活性化することによって、そのジスキネジアの症状を改善してるんであろうというふうに結論することができました。まあ、以上の報告は、昨年、JCI インサイトに報告して、まあ、こういったニュースでも取り上げられております。で、まあ、ここのニュースの最後でも少し、コメントをしてるんですが、ジスキネジアに限らず、他の多動性障害にも効果のある可能性があるということで、さらにもう少し、この現象を追っかけてみた最近のデータをご紹介します。で、まず、アルビプラゾールの有害事象をもう一回、元に戻って紐解いてみますと、インタビューフォームにおいては、6割程度に副作用が認められて、その中身として、行動性のものとして一番最初に、トップで出てくるのはアカシジアであります。で、さらに、新鮮であるとか、筋競合、こういったものが報告されていて、臨床検査値の異常としても、クレアチンキナーゼのようなものが見えてくるというのが実際のところであります。で、フェアーズの自発報告で見ましても、アリピプラゾールの有害事象として最も、オッズ比が高いのは、強迫性障害とかアカシジアとか、まあ、そういった情動性の、まあ、多動性障害といいますか、そういう行動的な障害というものが非常に顕著に出てきて、まあ、ジスキネジアはその中の一部に含まれているというような、こうイメージで、見て取れるのかなという気がいたします。で、そこでこのアカシジアというものに着目して、このモデルを、作ってみたり、まあ、これに対して本当に、有用性があるかということを確かめてみることにしました。そうしますと、全く同じような手法でやるわけですが、フェアーズの1000万人のデータをもとにして、まずアカシジアを発生するリスクの高い薬剤を見てみますと、ハロペリドールやアルピプラゾールがそのトップに上がってまいります。先ほども言いましたように、アルピプラゾールは臨床において広く使われていて、長期間で大容量の投与がされていますので、まあ、これは後をかけやすいということで、アリピプラゾールが誘発するアカシジアに対して、
どういった薬剤が減らす効果をもたらすかということで見ても、やはりアセトアミノフェンがトップに上がってまいります。動物実験ではですね、ハロペリドールをミニポンプを使って長期連投することによって、多動性の行動障害、あるいは情動行動の増加というのが見られるという、ディスクネジアよりもさらに少し厳しい条件で大量のハロペリドールを長期に42日間にわたってですね、ミニポンプで投与するということをしています。で、その42日間の後においてはですね、ハロペリドールを投与したことによって、イモビリティタイムが優位に減少し、情動性行動が全般的に増加して、かつその移動距離も、トータルディスタンスも長いという現象が見て取れます。で、それに対するアセトアミノフェンの効果としてはですね、200mg パーキルという先ほどのディスクネジアの倍の容量になりますが、このドーズを用いますと、それぞれ、駆動時間の短縮が元に戻り、情動行動も抑えられ、トータルディスタンスも減少するといった結果が見えてまいりました。で、こういったアカシジアと、あるいはですね、情動性の、多動性の情動行動というのは、線条体で言いますと、複側の線条体が関与するということがしばしば言われていますので、今度は複側線条体において、CFOS のシグナルが、関節のニューロンでどうなったかというのを追っかけてみますと、確かに42日間のハラペリドールによって CFOS が減少し、それがアセトアミノフェンによって回復しているという現象が見えてまいりました。このアカシジアに関してはまだここまでしか解明できていませんけれども、おそらくディスクネジアと同じように脳の部位と使われる容量は違うわけですが、有益性はありそうだという、臨床のデータを裏付けるような結果が取れたものと考えております。で、以上紹介してきましたように、我々は、向精神病薬であるクエチアピンであるとか、あるいは、アリピプラゾールなんかをもとにしてですね、それが起こす有害事象であるの、ところのクエチアピンは高血糖がビタミン D によって抑制される。アリピプラゾールによって起こるディスキネジアやアカシジアがアセトアミノフェンで抑えられるという臨床データをつかみ、それを実証実験によって実証してまいりました。で、現在では他にもですね、プランペクソールのような、ドパミン受容体の今度は刺激薬ですね。これによって起こる強迫性障害であるとか、あと先ほど最初の方でご紹介しましたオランザピンによって起こる脂質異常症なんかもですね、抑えることができる薬物を見つけており、それを現在研究を進めておるところです。で、こういった手法はですね、他の精神疾患以外の領域においても様々な有害事象というのがあるわけですが、そういったものに対しても、有効な併用薬を見つけるという意味では、非常に、応用性のある手法であると考えて、様々な研究を現在行っておるところです。これが最後のスライドになりますが、本講演では、我々が開発した医薬品の有害事象を軽減する併用薬を発見するストラテジーをご紹介しました。その中では、クエチアピによる高血糖はビタミン D によって軽減できる。あるいはアリピプラゾールによって起こるディスキネジアやアカシジアは、アセトアミノフェンによって軽減できるということをご紹介申し上げました。また、そのメカニズムの解明にも着手し、創薬の展開へとしては、中枢の TRPV1 を刺激することが、ディスキネジアの低減につながりますので、カプサシンのような侵害性のない、非侵害性で、かつ中枢移行性の高い V1 の刺激剤があれば、創薬への展開が図れるのではないかということをご提案申し上げます。また、このビタミン D やアセトアミノフェンというのは非常に、ありふれた薬剤でありますので、ドラッグリポジショニングという形で適用拡大を図るという道も考えられるわけですが、残念ながらそれぞれに非常に安い安価の薬物ですので、製薬メーカーとしてはそういった適用拡大の臨床試験を改めて打つということにはなかなか手が伸びないという状況であります。
ぜひとも現場におられる先生方のご協力を得て、これを臨床で実現するための何らかの道筋が考えられればと思っていますので、何卒ご協力のほどお願い申し上げて、本講演を閉じさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。